さあ今回は殿堂入り時のパーティーでの対戦をやっていきたいと思います。山口と申します。山本と申します。さあ早速対戦に行きましょうか。はいはい、ということで実況を始めていきたいと思いますが、この時に撮った実況プレイがもうグダグダになったので、はい、まあ後撮り実況ということで喋っていきたいと思います。まあ適宜止めながらやっていきたいと思います。そう、思い出をな語り尽くそうとだね。まあ、対戦もしていくけど、どうよ俺のパーティー。これなんか見覚えのあるのが2匹ぐらいいるなっていう。じゃあこの下のポケモンがさ、はい、これ XY な XY よね。俺もううわ新ポケ来たでこれって思いながらルミナスメイズの森で捕まえたっていう。結構奥の方で捕まえたよな。進化はせえへんねんやってなんならあのいつも源泉で通ってる5番道路でいるやん。そうあそこでは合わんかったの。そうなんや。うん、でいやでも山本さんのさパーティーさ結構あれじゃない、はい、何強そうじゃない全体的に。なんかな、進化するいっぱい進化するポケモン使いたいなと思って入れたんやけど、はいはいはい、うん、まあ、全然進化せんね今回なんか。ああそうやな、2段階が多いイメージはあるな。 そのあいつだってそうやし、レオナルドな、うん、レオナルドもまあ2段階やもんな。そう、まあ早速始まりましたけど。始まったね。俺選出覚えてないか。選出多分覚えてんで。マジで。さあ、はい、初手俺は何を出すのか。画面もあんま見てなかったしな画面はヒカソ。ヒカソね。はあ、なんでヒカソなんこれ。これあのヒソとピカソを、ね、毒電気やってから入れたんやけど。なるほどな。ヒカソは、うん、芸術家やったっていうのを後で思い出していやまあそれはそうやけども、まあ後からあのモヒカンのヒカソやと、モヒカソやと、うん、自分にヒカソ。いやもうちょっとな、一応全部捕まえたポケモン名前つけてんねん。つけてるよ。まあ俺はボスやったけどな、うん、その石炭山でボスっぽくない？意外に石炭山の時点ではまあボスとも言えんかなぐらいけど、俺あの1個目からボスやったけど全然ちっこいやつ。下っ端やけそんなやつ。いや違うあのその時のパーティーが、うん、この御三家のな、ね、サルノリとバチンキーからね。サルノリ、ウール、はい、ワンパチ、うん、可愛い尽くしやって。なるほどね。やけど、まあ、はい、そこを抑える男としてボス。ボスになれたこいつ。ん？ボスになれたこいつは。いやもう大活躍。耐えるし。耐えたね。うん。今も耐えたしな。うん。あんまり対戦内容触れてへんよ。まあでも一応地面が何倍弱点やから耐えられたっていうのはこっちはびっくりした。あーまあまあ、で地ならしで1段階下がってるけど、こだわりスカーフ持ってるから今多分抜けたんかなっていう。そんなんちゃんと持ってんねんな。そう、あの全員に話しかけてるから一応対戦アイテムも揃ってて。なるほどな。ではこちら原人。俺そう、猿乗りの時点で原人やって、うんうん、もうその最終進化分からんけど原人になれっていう意志のもと原人やった。ちょっと進化してるけどなこいつ、原人よりは。頑張れ。よーし、これで落とされる。今のちょっと実況っぽかったでもな、原人より早いと思ったんやけどな、はい、ああ原人早いやろ意外に。そう、意外と早かったわ。レートとかでもさ結構上取ってくる。うん、なんやかんや今ここ悩んでるんやけど何出そうとして。まあもう一人いるのと次出すので悩んでたんやけど、うん、まあこれは絵的にはあれかなって、こいつ出した方がいいかなってあーなるほどな、熱い展開になるんちゃうかと。いやもう吹き飛ばすで。でもうここで自分の反動を気にせずウッドハンマー選ぶっていう。そうで、ダイマックスでな、うん、もう、まあ、吹き飛ばしてやろうと、まあ、HP 上げてきてって話だな最終。そうダイマックスは上げてたこれ。
上げてない。やんな。わかるわかる。メソポタミア？あ、メソポタミアはあのメッソンやから、メソがつくやつを適当に入れたんやな。適当じゃない。適当じゃない。大事。おお、耐えた。これ耐えられんな、予想がやったな。すごいな。でもウッドハンマーが残ってるぞ。これでもドラムアタックやったら倒してたんかな、メッソン。どうなんやろうな。ディリオンとこいつは。いや、無理な気がする。これも分からへんところが、なんていうの、野生さんというか、そういうのの醍醐味やね。旅かな。そうそうそう。で、俺は、お互いラストやね。ラストのレオナルド。そう、お互いにな、一体ずつっていう。そう。俺もここ絶望やったわ。あー、うわ、なんかレーティングで見るやつ来たと思って。ここな、やってなかったから。そうやな、めっちゃ悩んでん、ここ何出すか、技。まあ、こっちが台残ってるっていうのもあるからね。そうそうそうそ う, そう。でな、もう一つの懸念材料があるんよ。何？まあ、その結果、選択したんやけど、技を。うん。まあ、ちょっと見とこう。お、俺の女の子可愛いよ、ね。女の子可愛いからな。まあ、ここで男を選ぶやつとか何？いや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 。男やろ。あ、雨あげてないね、これ。うん、あげてない。雨を知らんかったな。で、ここ竜の舞選んだんやけど、これな、うん、うちのドラパルトな、あのダンデのリザードに素早さ抜かれるほど素早さが遅いね。ダイアーク。で、ここで耐える。耐える。勝ち筋としてはもうあと一発で落とすだけ。そう。こっちも外れへん。お盆は食べるんですけどね。まあでも吹き飛ぶぐらいやもんな。だな。これもう悩まんでええやん。お前、威力の一応確認、どっちが強いかなって。見せプやろ。ただの見せプやん。どっちがいいかなとか言いつつな。さあ、ドラゴンアロー、ここ倒してくれって思ったんやけど、あー、ちょっと足らずやな。そうやな。まあでもお互い旅パやったからさ、そういいぐらいの勝負にはなってるっていう。タリパやったからこそ、なんか素早さ関係とか耐久が分からんからこそ、全然分からんかったっていう、そんな感じやったね。うん。いやー、でもよかったよ。勝者は山口さんでした。ありがとうございます。まあ、途中から対戦系に、まあ最初はタリパの話で、うん、まあ後半は喋っていくって感じでしたが、うん、どうでしたか。はい、楽しかったよね。いやー、悔しかったですよ。いやー、楽しかった。俺はもうとても楽しかったで、終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。また企画対戦はどんどんしていくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。